はい、こんにちは、ブルガーズです。それ今回なんですけども、体の体調といい、もう何といい、すこぶる体調がいいね、ブルーガーズです。あの、まあ、精神がね、崩壊することが何個も親え起こってたんですけど、まあ、あの、過去のことに比べれば、そして、あの、まあ、高校生の頃、年がら年中ずっと、あの、さまれてた悲劇に比べれば、ま、あ別に問題はないんじゃないかなと思い始めてきてましてですね。 まあもう全然精神も安定しましてですね。はい。まあこんな感じの調子のブルーガーズなんですけど、まあ最近僕ですね、生活習慣を大幅に変えました。はい。これ皆さんに伝えたいんですけど、夜型の生活から朝型の生活にするって結構簡単だったりします。はい。僕も治すのに結構苦労しました。本当に。 ちょっと辛かったところもあるんですけど、今回そのことについて話していこうと思います。で、僕どうやって朝方の生活にしたかっていうと、まあ、その、まあ、他の人とかそうだと思うんですけど、まあ、とにかく朝歩いたりとか、まあ、そういう、まあ、当たり前のことをしていくっていうことからするのは大切なんですけど、まず、基礎固めをすることですね。基礎固め。うん。もう簡単な話です。ご飯を食べましょう。ちゃんとご飯を食べる。で、ご飯を食べて、で、あの、家族と、まあ、コミュニケーションして、 まあ、この家族がいなかったら、AI でもいいですよ、今の時代 AI 入れて、AI とコミュニケーションするでもいいですし、まあ、そういうことでもいいですよ。で、えっと、その後に、多分、夜型の生活にしてる人って、朝型の生活にしたくても、戻んないんですよ。それは意志の弱さでそうなってるんですよね。だったらどうするか。あの、い、徹夜してみましょう。一回徹夜しよう。で、徹夜して、で、あの、まあ、大体夜型の生活の人って、まあ、12時ぐらいかな。起きてられるのが12時ぐらいが限度だったりするから、 もうそっから乗り越える。12時くらいまでの限度を乗り越えて、ま、6時くらいかな。あの、夕方の6時くらいまで起きてみましょう。で、夕方の6時くらいまで起きてみると、意外と、寝れます。はい。意外と寝れます。不眠症の人でも多分、もうなんかそんな2日とか起きてたら、もう眠くなると思うんだよね。で、あの、寝るタイミングを夜にする。夜にしよう。で、それで夜にしてみて、そっから、あの、朝起きる。もうなんとでも、な、もう辛くても、起きる朝。うん。 起きてみる。でも意外とスッと起きてるから。そうすると。で、起きて、飯を食う。そして、あの、歩く。外。外を光浴びて、歩いてみる。で、それで、あの、もう、そういう生活をする。それ繰り返していく。あの、あと、アラームをつけない。アラームをつけないこと結構大切だったりする。アラームつけちゃうと、あのすごいなんか、イントネーションすごいな。アラームつけちゃうと、なんか自分の生活習慣を守んなくちゃいけない。これ規則だと思ったりとかするから、 そういうのじゃなくて、もうアラームつけないで、自分が起きたい時間にこうパッと起きるようにする。あの、とにかく一回で起きるようにする。二回とか二度寝する必要がない。一回で起きる。で、一回起きたら、あの、とりあえず朝,朝飯を食べよう。朝飯食べて、多分まだ眠いと思う、ね、で、眠気残ってたら、そしたら10分ぐらいの仮眠を取ろう。で、10分ぐらいの仮眠を取ると、俺の場合だと、あの、なんかこう、今そうだけど、すごい、あの、もうなんか目がスッキリしてて、頭もすごい回転するようになってる。うん。でとにかく、まあ、これは俺の方法だよ。 これは俺の方法だし、みんなに当てはまる方法じゃないと思うけど、まあ、とにかく、その、まあ、自分に合う手法を模索していかないと、多分、夜型生活って治んないと思う。俺は、3年間くらい治んなくて、で、まあ一応1週間今頑張ってみて、1週間頑張ってみたんで、1週間って結構長いからね。3年間やった、その週間を、1週間で治したんだよ。すごくない俺、めちゃくちゃ俺すごいと思うよ。マジで。あの、あの、でも俺、1週間のうちに、 あの、二鉄ぐらいしました。で、それでやっと治ったから、あの、頭おかしいなりそう。なんかね、あの <laughs>、その状況になったら、あの、右の左脳が <laughs> ずっと痛いのよ。その二鉄ぐらいしてるから、右の左脳がずっと痛くて、体調がね、スコップル悪かった、一周が。なんか。で、治しました。だから、もうとにかく、その、最初は頑張んなくちゃいけないから、あとは、自分のやりたい生活習慣に合わせていけば、俺はいいと思う。うん。 な、オナニーなんてね、1日に2回ぐらいしかできなかったもん。いつも3、4回ぐらいしてんのに。そんぐらいね、辛かったよ。っていうことでした。はい、今回は、ま、あそんな感じで、う生活習慣直していきましょうっていうことと、まあ、僕が、あの、まあ、直してよっていう報告みたいな動画でした。ま、あね、体調も回復してるんですけど、ちょっと動画本数は減っちゃうかなっていう感じになってくるかな。ま、あでも自分的には頑張っていきたいっていうものなんで、これからも頑張っていこうと思います